んにちは、ぽよしチャンネルです。今回はですね、こちら、アクアリウム東京という初めて開催されたイベントに参加してきたので、そちらで買った購入品と、あとね、まさかの生き物をお迎えしちゃったのでね、そちらの紹介もしたいなと思います。今回のこのイベントなんですけど、お魚とかばっかりかなと思ったら、意外とね、爬虫類とか哺乳類とかたくさんの生き物がいて、お客さんもね、かなりたくさんいらっしゃっていたので、賑わってましたね。それではですね、思い出話もしつつ、買ってきたものを紹介したいと思います。それでは、どうぞ。それではね、買ってきたもの登場したいと思います。じゃじゃんと。はい。皆さんおなじみ、魅惑の紙袋でございます。あのね、紙袋ばっかり大きくて中身そこまで入ってないんですけど、これをね、一つずつ紹介していきたいと思います。まずはですね、イベントでちょっといただいたものをね、先に紹介したいと思います。それはこちらですね。はい。毎度おなじみ、ゼックスさんからこちらのね、試供品をまたまたいただいてしまいました。右から、太あごのための健康食。まあ、太あごブレンドですね。こちらの粒が大きめのタイプ。そして、うちのね、レオパちゃんたちに意外と好評だったレオパブレンド。これもね、いただきました。あとはですね、こちら、トカゲブレンドフード。こちらもいただきました。いやー、これね、すっごい助かるんですよ。このね、餌売ってたら買いたかったんですけど、見つけられなくてね、そう、ジェックスさんのブースで探し回ったんですけど、買えなかったんで、この試供品だけいただいてきました。やっぱり人工飼料ってあると助かりますよね。では、次行きたいと思います。次はですね、じゃん！こちら、サングロータイトビーム。これもね、ジェックスさんのものなんですけど、うちのね、爬虫類ちゃんたちの保温球がね、もうだいぶダメになってきて、そろそろね、予備がなくなるということで、この 100W の保温球を買ってきました。いやー、これもね、もっと本当は数欲しかったんですけど、私が行ったタイミングではね、もう結構品薄で売り切れちゃってて、一つだけしか買えませんでした。また追加でね、どっかで買いたいなと思ってます。これがね、お値段がだいたい1000円ぐらいですよね。さて、次行きたいと思います。次がですね、これがラストなんですよ。こちらがですね、噂のお迎えした子になります。初めてね、このジャンルに手を出したという感じなのでね、皆さんお待ちかねだと思いますが、早速登場してもらいましょう。それはこちらです。じゃじゃーん！わかりますかね、これ。はい。昆虫標本です。昆虫標本をね、初めてお迎えしました。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。伝わりますかね、この綺麗さ。ちょっとね、アクリルケース越しなんで、この綺麗さがね、どこまで伝わってるかなっていうのがわかりづらいんですけど、もうめちゃくちゃ綺麗すぎて、一目惚れでお迎えしてしまいました。こちらはですね、埼玉虫工房さんというお店からお迎えしたんですけど、このね、蝶々。なんと、パプアニューギニアに住んでいるミイロタイマイという、そういうね、蝶々らしいんですよね。いや、すごい鮮やかで、ね、飾ろうと思っています。いやね、まさかね、昆虫に手を出すとは思わなくて、いやー、アクアリウム東京恐ろしいですね。自分の知らなかった世界がね、また一つ広がったなという感じです。はい、ということで今回はこんな感じでね、いろいろとお迎え購入したわけなんですけど、今回はね、残念ながら視聴者さんには全然お会いできなかったんですけど、 YouTuber さんの紅茶ガーデンさんと、あとワニさんとね、ちょこっとお話しすることができたので、そちらがね、もうめちゃくちゃ思い出として残りました。またね、イベントに参加する機会があったら、ぜひぜひ皆さんとお話ししたいと思っています。ブースチャンネルではこんな感じで爬虫類とか生き物の動画をアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。